外便所外便所は屋外に設けられた便所のこと。簡単な建物を伴うことが多い。下越えを整備する際に便利であることが依頼者からの糞尿を集められることのお作業中に便意や尿意を催したとき、家の内に入らずと模様を足せることなどの利点が多かったため、化学肥料や水泉便所が普及する以前の農村、農家で広く見られた便所である。 衛生的な花レイアのデザインを宣伝する歴史的コミュニティ公衆衛生ポスター北のノルウェイの山中の外便所ブルターニュ、ルパレの外便所外便所はメインの建物とは別の小さな構造物でありトイレをカバーする。これは通常ピトラトリンか小枝めのいずれかであるが他の形式の乾式トイレトイレッツが発生する場合がある。この用語は構造だけでなく トイレ自体を表すためにも使用されることがある。外便所は20世紀の後半まで先進国の都市で使用されていた。それらはまだ地方や発展途上国の都市で一般的である。人口密集地域のピットラトリンを覆っている外便所は地下水汚染を引き起こす可能性がある。一部の地域及び英語の種類、特に北米以外では ウトハウスという用語は、トイレではなく、一般的な意味でのベッドを指す、小屋、なや、作業場その他。古作人らによって使用される、展示中の外便所ルイジアナ州面の博物館、ルイジアナ州、レークプロビデンス外便所のデザインと建設が様々で、ある。それらは定義上、住居の外にあり、配管、下水道、または浄化層に接続されていない。 世界保健機関は、それらは、簡単なアクセスの問題と周期の問題のバランスを、とって家から適度な距離に構築されることを推奨している。丈夫構造は、使用者をシェルターするために、また、トイレ自体を保護するためにも存在するし、建物の主な目的は、プライバシーと人間の快適のためであるし、壁と屋根は所要素から視覚的なスクリーンと保護を提供する。 外便所には突然の雨水の流入からトイレ穴を保護するという二次的な役割もある。雨水は穴を氾濫させ未処理の廃棄物が分解できる前にそれらを仮想土壌に洗い流す。外便所は一般的に粗末で実用本位で材木または合板でできている。これは特に土のピットがいっぱいになった時簡単に移動できるようにするためである。 ピットのサイズと使用量によっては、これはかなり頻繁に行われる場合があり、場合によっては毎年行われる。白学のジャック・パイン、ボブ・キャリーは書いている、誰でも外便所を建てることができるが、誰もが良い外便所を建てることができるわけではない。間取りは通常長方形、または正方形であるが、六角形の外便所が建てられてきた。 外便所の中の配置は文化によって異なる。西側社会ではすべてではないが多くの人が小さなピットの髪型に穴の開いた便座を少なくとも一つ持っている。また一部の人はしばしばヨーロッパ諸国のもっと田舎なもっと古い地域では使用者の足のために両側にくぼみがある穴が二つある。東側社会では床に穴がありその上に使用者がしゃがむ。 トイレットペーパーのロールは通常利用可能である。代わりに古いトウモロコシの保軸、木の葉、または多種の紙が使用されることがある。外便所のドアの装飾には基準がない。アメリカの外便所で有名な三日月は漫画からに人気があったし、実際には不確実な根拠があった。この慣習は植民地時代に文盲の大衆のための初期の男性。 女性の明治として始まったと主張する著者らがいる。また一部の人々は都市伝説としてこの主張を却下する。確実なことは穴の目的は換気と光のためであるし様々な形状と配置が採用されていたということである。シェルターは非常に異なる種類のトイレをカバーすることがある。ピットラドリンスクワットトイレが中にある外、便所外便所はしばしば ピットラトリンのためのシェルターを提供し、ピットラトリンは地面の穴に人間の糞を集める。適切に構築、保守されている場合、それらは野外排便から環境中の人間の糞便の量を減らすことによって、病気の広がりを減らすことができる。ピットが一番上までいっぱいになったら、それを空にするか、新しいピットを建設して、シェルターを新しい場所に移動、または、 再構築する必要がある。ピットから除去された糞尿汚泥の管理は複雑である。適切に行われなければ、環境と健康の両方のリスクがある。2013年の時点で、ピットラトリンは、推定17億7千万人によって使用されている。これは主に地方及び、荒野地域にのみならず、発展途上国にもまたある。声だめもう一つのシステムは声だめであり、 石と携帯用レスプタクルからなる。これらは所有者によってからにされ庭の対比の山になることもあるし、または大規模な処分のために受け負い業者らによって収集されることもある。歴史的にこれはペールクローゼットとして知られていた。自治体はしばしばナイトマンからとして知られる労働者らを雇い、バケツを空にし交換させた。このシステムは公衆衛生の ロッチデールシステムとして記述されるほどまでに特にイングランドの街ロッチデールに関連していた。20世紀の書籍複数は同様のシステムがフランスの一部やヨーロッパ大陸の他の場所で運用されていたと報告している。地方自治体の収集システムはオーストラリアで広く普及していた。ダニー館は20世紀後半まで存続した。夏季 オーストラリアとニュージーランドを参照せよ。スカンジナビア及びその他のいくつかの国では、外便所は取り外し可能なコンテナの上に建てられている。コンテナは廃棄物の容易な除去を可能にし、別々の山でのはるかに迅速な対比化を可能にする。同様のシステムがインドでも機能している。そこでは数十万人の労働者が手動清掃に従事している。つまり、 個人用保護具なしでピットラトリンと声だめを空にする。国立公園のドラム缶と損公共用キャビンのマルタの外便所、チェナリバー州立保養地、アメリカ合衆国アラスカ州一部の国立公園や人気のある原の地域では登山やカヤックのようなアクティビティに従事する人々の増加に対応するために様々なシステムが使用されている。パドリング、 ハイキング、登山の人気の高まりは世界中で特別な廃棄物処理問題を引き起こしている。これはアウトドア組織とそのメンバーらにとって主要なトピックである。例えば一部の場所では人間の排泄物がドラム缶に集められ、それはかなりの費用をかけてヘリコプターで運び入れ、運び出されねばならない。あるいは一部の公園ではパック・イット・イン。 パック・イット・アウトルールが義務付けられている。多くの報告は排泄物を除去するためのコンテナの使用を文書化している。それはエベレストでパック・インされ、パック・アウトされねばならない。遠征村とも、または便所村としても知られて、それらの間はグループらが途中でそれらを投げ捨てないよう重さを測られるトイレ・テンツ・アル・エレクテッド。 少なくとも登山者らの健康のために山をきれいに保つ必要があるという高まりつつある認識がある。バイオトイレワームホールドプライビーという別種のバイオトイレはバーモント州のグリーンマウンテンクラブで使用されている。これらのシンプルな外便所は島耳水を入れられている。バイオトイレもまた規制の対象である。クライブスマルトロームはバイオトイレの別種であり、外便所の中にあることがある。 その他のタイプのトイレは、外便所の上部構造、またはトイレのテントによって覆われていることがあり、または下水道の手の届かない家の中に設置されさえ、することがある。スウェーデンのパクトトイレは、プラスチックの連続ロールを使用して廃棄物を収集し処分する。焼却トイレは、数千のノルウェーのキャビンに設置されている。これらのトイレは、 プロパンと1 2ト蓄電池の電気だけを使用して、廃棄物を焼却して、灰にする。外便所の設計、配置、及びメンテナンスは、公衆衛生にとって重要である、と長い間認識されてきた。公共事業促進局が1930年代から40年代、初頭に作成したポスターを参照せよ。言えば絵のような数種の飛翔昆虫は、 腐敗物質の周期に引き付けられるし、腐敗した物質に散乱しながら、子孫のための食物のために、それを使うものである。またかのような一部の昆虫は、子孫の繁殖のために、ピットに存在することがある。よどんでいる水を探す。これらは、両者ともに人間にとって、望ましくない害虫であるが、ぴったりと合うボード、またはコンクリートで、ピットの上部を囲み、 十分に密閉されたトイレの穴カバーを使用し、使用するたびに閉じることによって、そして目の細かい昆虫スクリーンを使用して、入り口と出口の換気穴を覆うことによって、化学薬品なしで簡単に制御できる。これは、すべての潜在的な経路による、飛翔昆虫の侵入を防ぐ。外便所がある、種のスコップが入った粉石灰のバケツ、またはバッグを持っているのは、一般的である。 外便所を使用する前、または後に、1から2杯の石灰を蓋の穴から振りかけ、廃棄物を覆い、匂いを抑える。粉石灰を使用する、この方法は、一般的な、集団簿でもまた使用される。外便所の目的の一つは、腸の寄生虫、特にハリムシのような寄生虫の拡散を回避することで、ある。さもなければ寄生虫は、屋外排泄を介して拡散する。 可能性がある。古い外便所のピットは過去からの共通のオブジェクトの山を提供する考古学的と人類学的発掘の優れた場所とみなされ紛れもない偶然なタイムカプセル。これは過ぎ去った居住者らの生活への歴史的な洞察をもたらす。これはプリビディギングとも呼ばれる。フルビンらを見つけることは特に一般的であり。 これは密かに隠されたりゴミ箱に捨てられたりしたようで、あるために、それらの内容ものは、個人的に吸収される可能性がある。化石化した糞便は、食事と健康に関する多くの情報をもたらす。クイーンズランド収納マンパーク1950年頃、ブリスベンの多くの地域と同様に、この地域は1960年代後半まで、下水道を設置されていなかった。 各家のバックヤードには、外便所、または、ダニーがある。各、バックヤードの小さな小屋は、外便所である。ダニー、または、ダニー館は、トイレ、特に外便所、のオーストラリアの言葉である。下水道に接続されていない、郊外地域では、外便所は、必ずしもピットの上に建てられたわけではない。その代わりに、これらの地域では、ペールクローゼットを利用して、 トイレの便座の下にある大きな缶に廃棄物を収集し、不動産所有者、または地方議会に雇われた受け置業者が収集した。使用された缶は、からの綺麗な缶と交換された。ブリスベンは1950年代までダニーカートに依存していた。人口が分散していたために、下水道の設置が困難であった。タール、クレオソート及び消毒剤が臭いを抑えた。 学者、ジョージ・セドンは、次のように主張した、都市や田舎町の典型的なオーストラリアのバックヤードは、20世紀前半を通して、ダニーレーンから隠し扉を通って、パンを集めることができるように、バックフェンスに立てかけたダニーを持っていた。毎週現れて、ベンザの下のバケツを空にする人は、ダニーマンとして知られていた。ダニーレーンは、収集人来のアクセスを提供した。 これらのアクセスレーンは今ではかなりの金額の価値がある。グレート・オーストラリアン・ダニーレースはウェロビーでのウィーラマフェスティバル中のアイコンになった。2017年に1000年前のバイキング外弁所の遺物が発見された。これは証拠によって最初であると立証され得ないけれども国内で最も古い基地の外弁所である。この発見は 文化的に重要であると考えられた。八つの便座のある石造りの外便所トマスライバー、エステート、ペンシルベニア州オーリングフォード近くレンガ造りの外便所、トマスジェファーソンのポピュラーフォレスト、リンチバーグ近く離れ屋は通常一層で構築されているが、二階建てモデルは異常な状況で見つかる。ミシガン州、シーダーレークで二階建ての建物にサービスを提供するために、 ダブルデッカーが一つ建てられた。外便所は歩道でつながっていた。それはまだ立っている。これらの場合、会場からの廃棄物は開花の施設とは別のシュートに送られ、2階建ての外便所についての様々なジョークとは対照的に仮想の使用者はたとえ上層が同時に使用されていても心配する必要はない。ボストンエクスチェンジコーヒーハウスには4階建ての 外便所があり、それには各階に窓があった。一部の外便所は時間と場所を考慮して驚くほど華やかに建てられた。例えば豪華な19世紀の南北戦争以前の例はジョージア州ストーンマウンテンの州立公園のプランテーションエリアにある。コロニアルウィリアムズバーグの外便所は単純な消耗品の一時的な木造建築物から 高級なレンガまで大きく異なるトマス・ジェファーソンは別荘で二つのレンガの八角形を設計し構築した。そのような外便所は時々需要以上に建てすぎで非実用的でそしてケバケバしいとみなされ直輸、レンガ作りの便所のように建てられたという直輸を生んだ。そのフレーズの意味と適用についてはいくつかの議論がある。しかしそれは男性、女性、 または無生物に適用される。肛門洗浄に関しては、モンゴメリーウォードやシアーズローバックのそれらのような古い新聞と通信販売カタログはトイレットペーパーが広く利用可能になる前は一般的であった。ペーパーはネズミその他から守るために肝その他の容器に入れておくことが多かった。カタログは二つの目的を果たし、一つに読み物を提供もした。 屋外トイレは英語会話圏全体で多くの用語で研究されている。ウトハウスという用語は北米英語でトイレの上の構造、通常ピットラトリンに使用される。しかしながらイギリス英語ではウトハウスは小屋やナヤなどの別当を意味する。大きなポット、バット、ジャグ、貯水池、下水道、あるいは井戸のような他の大きな覆われていない。 排泄液収集エリアがある場合は、それらは屋外尿ステーションと呼ばれる。オーストラリアでは屋外トイレはダニーとして知られる。プライベートの古風な編集、プリビは北米、スコットランドおよびイングランド北部で使用されている。ボグはイギリス全土で一般的である。リートルハウスという名前はウェールズ語とウェールズ英語方言の両方のトイレの 英局表現として続いている。他の用語には、バックハウス、ハウス・オブ・イーズ、そして、ハウス・オブ・オフィスが含まれる。最後のものは17世紀のイングランドで一般的であり、サミュエル・ピープスの日記に何度も登場した。特に、バージニア州で使用されている北米の外便所の地域名は、ジョニー・ハウス、または、ジョニー・ハウスである。北米のスカウト運動では、 外便所の一般的な用語は解剖である。これは周期を減らすために穴から振りかけられた悪または石灰を解剖ブランドのコーヒー缶を使用して保持するキャンプから始まったように見える。キープユアバウルズオープンいつも便通をつけておく。便通が良いは逆性略語既存のウィキをホワットアイノーイズの当事語であるとするなどであるかもしれない。 一時的な野営地では、浅いピットの上に、テントや防水シートを使用する場合がある。これの名前の一つは、フードである。特定の用語が、屋外トイレに限定されているのか、それとも、時間の経過とと,ともに、屋内配管の開発とともに、意味が、どのトイレにも拡張されたかを判断するのは容易でない。チクーニアングとしても知られるチクーは、 外弁所と占いの中国の女神として説明されている。女は外弁所に行きつくに尋ねることで未来を知ることができると言われている。アメリカ合衆国合衆国での外弁所の建設と保守は州及び地方政府の制限、規制及び禁止の対象である。それは潜在的に公衆衛生の問題であり、それは法律と 一般市民の教育との両者によって、優れた方法と実践に関して取り組まれてきた。これはまた、都市と郊外の開発が農村地域に侵入するにつれて、より一般的な問題になり、より深い文化的対立の外部の現れである。ありがとうございます。